街の中にまた妙なものが現れました。魔物の扉、あの番人みたいな魔物がどこかに隠れていたようね。そのようじゃな。すぐに魔物たちが湧いてこよう。みんな激戦に備えるのだ。いざ、通ったわ。これを身につけて魔物をやっつけると、魔物の心がコインの形になって飛び出してくるようになるの。モンスターコインを持っていれば好きな時に魔物を呼び出して使うことができるのよ。あ、危ない。これモンスターコイン。じゃあ実践あるのにね、報告をして魔物を呼び出してみて。ああ、魔物の心をつかめる道具とは、なんと素晴らしき発明じゃ。お褒めにあずかり光栄ですわ。これで少しは戦いが楽になりましょう。さ、今は難しいことは考えずにどんどん使ってみて。早くコツをつかむためにもね。モンスターコインについての詳しい説明はメニューの中にあるわ。確認しておいてちょうだいね。
ほれ、出番だぞ。よし、完璧だな。ありがとうございます。ルハハハハハハ。わかりました。Thank you.
行くぞ。よし、確かに敵に回すと厄介な相手だ。こいつの攻撃には毒があるからな。部活に攻撃を食らないよう気をつけろよ。
わかった。